あの、昨日ですね、デパートのトイレのお話をさせていただきました。デパートでね、ちょっと、ああ、ちょっとこの台が漏れそうだな、ということで、トイレに駆け込んでみたところ、えー、先に入られてしまってると。で、えー、もう満室、トイレがね、台の方が満室で、 その時、まあ考えるわけですね。男子トイレは2階、4階、6階、8階とあって、僕は2階のトイレに書き込んだわけですけれども、えー、ここでちょっと粘るのか、それとも4階のトイレに行くのか、6階のトイレに行くのか、でもちょっと待ってよ。4階のトイレ、6階のトイレに行ったところで、そっちがまた埋まってる可能性もあるわけでね。 やっぱ悩む、これみんなそうですよね。みんなこの悩みありますよね。だから僕昨日提案したんです。あのー、先に入られた方が、入られてどれぐらい経ったのかがわかるといいな、ということで、なんかこのトイレのドアノブみたいなところにですね、ドアノブっていうかどっちかっていうと、鍵、鍵、カチャンってあの鍵に連動する形で、 砂時計みたいなのがついてるといいっすよね、みたいな提案させていただいたんです。まあ、要するにこうトイレの中入って、カチャンって鍵を閉めたらですね、この扉の外側の砂時計が、クロンって反転して砂が落ち始めると。そうするとこう、次に来た人がですね、あ、砂がまだ落ち始めたばっかりだな、とか。てことはここで粘っても仕方がない。なぜならこの人まだ今入ったばっかりだから、よし、4階に行こうかって判断ができる。 で、砂がもうほとんど落ちかけてたら、まあまあまあってこ、まあ3、4分経ってるってことはもう今もう、あのー、トイレの方もラスサビぐらいのところに来てるんだろうなっていう判断ができるんで、よしここでちょっと粘ってみようかと。2階でちょっと粘ってみようかって判断ができるんじゃないでしょうかっていう。なんかそういう砂時計みたいなものをつけてもらえると嬉しいです。砂時計みたいなものでいいんです。外にいる人間が、 判断できればいいんです。この中に入ってる人が入ってからどれぐらい経ったのかっていうのは判断できたらいいんですっていう提案を昨日ね、思いつきで喋らせていただいたんですけども、よくよく考えてみたらこれ良くない。これは良くないんです。っていうのはですね、入ってる側の気持ちになったんですよ。先にトイレに入った側の気持ちになってですね、あのー、考えてみたんですけれども、時々さ、めっ めっちゃ時間かかるときあるじゃん。あの、用を足して、もう出ようかなと思った瞬間に、ね、拭いて、ね、流して出ようかなと思った瞬間に、もう一回便意が来るみたいなことって、なんか、第二陣第三陣第二波、第三波が来るときって、あるじゃないですか。いや、その時に、外で砂時計がずっと進んでたら、 慌てるなと思ったんです。<laughs> あれこの人すごい長いじゃんって思われちゃう。で、僕、そう思われたくないから、ねあの、なるだけ早くこう済まそうと思って、なんか、全然中途半端な状態で外に出てしまうかもしんない。それはなぜかっていうと砂時計があるせいなんですよ。砂時計がもう、どうやら外の砂時計も、 落ちきってるぞ。でもまだまだ出てこないっていうところをさ、外の人に見られてしまってたら、こいつ長えなって思われるな。そうすると僕絶対慌てちゃうんですよね。でもだからといってさ、用を足してる途中にさ、一旦外に出てさ、途中でよ、一旦外に出て、砂時計キュッってやって、一回ゼロにして、もう一回ドア閉めてっていうことを、やってる途中に見られたらどうする あいつ砂時計リセットしてやがるっていうところを見られたらそれはそれ辛いじゃないですか。なので、もうこの砂時計の話はちょっと2週にわたって喋りましたが、忘れてください。どうも、キングコングの西名黄色です。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン、西名黄色エンタメ研究所の運営をしたりしております。 さて、今日はですね、立川しのすけ師からの電話で、えー、もう背筋が伸びまくったというようなお話。これ、ぜひ共有しておきたいなと思ったので、えー、させていただきたいと思います。えー、本題に入る前にお知らせをさせてください。金婚西野のマーケティング講座2024上級編の受講者数が3620名を突破しました。どうもありがとうございます。 え、こちらはですね、日本とアメリカで私がどうやって、え、作品、商品、サービスを届けているんだ、そして、集客をしているんだ、というようなところ、そのフレームワークをですね、共有させていただくオンライン勉強会でございます。えっと、チケットはですね、ピクチャーブックという、え、クラウドファンディングのサイトありますんで、そちらからですね、ゲットしてみてください。え、チケットは3500円となってあります。これはもう、サービス提供者さん全員参加してください。 個人事業主さん、クリエイターさん、経営者さん、これ全員です。もう間違いなくここを押さえておいた方がいいっすよっていうような話をですね、私が一人で1時間半ほど、えー、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてもう一点ですね、えー、これ楽しみですね。2月の8日、えー、関口メンディーさんのですね、ブックリスペクトという、えー、東京サンシャイン劇場であるイベントに出させていただきます。これ2回公演なんですね。 えー、昼夜とあるんですけれども、えー、どちらも出させていただきます。僕とメンディさんと、えー、多分対談みたいな形になると思うんですけれども、なかなかこんな機会もないので、えー、非常に楽しみだなと、えー、思っております。この後はもう僕はもう飲みに行く予定を立てましたんで、なかなかほら、池袋に行く機会とかもないじゃないですか。なのでちょっと飲みに行く予定を。 鈴木おさむさんに声かけたらちょっと空いてそうだったので、ちょっとおさむさんどうですかっていうのと、えー、美濃和さんにも声かけたら、美濃和さんもなんかちょっと空いてそうだったので、この夜も楽しみだなと思ってるんですけども、まあそんな、えー、会がですね、2月の8日にありますんで、ぜひぜひお越しください。関口メンディのブックリスペクトというイベントでございます。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に入りたいと思います。 ええー、まあね、ちょっと遠回りになりますが、まあ、伝えたいこと二つあるんです。で、一つ目は、まあ、結構月並みな話になるんですけども、まあ、気がつけばですね、私、あの、業界の垣根とですね、さらには国境を越えてですね、 まあ、いろんなお仕事をさせていただくようになっておりまして、もちろんですね、すべてのお仕事が順風満帆に進んでいるわけではないんですけれども、とはいえですね、あの失敗も含めね、えー、猛スピードで知見、経験値はですね、溜まっているので、まあ、それをいいことにですね、西のコンサルなるですね、企業、そして個人のコンサルをやらせてもらっています。 ま、あの、正確な数字はちょっとわからないんですけども、これまでざっとですね、300を超える、えー、経営者さんのご相談に乗ったり、えー、そして壁打ち相手になってきたんですけれども、だいたいまあ、僕の裸んですけれども、だいたいね、7、8人に1人ぐらいの割合で、ちょっとだけ、こう、いや、そうじゃねえんだよっていう、 まあ、あ勘違いというか、なんかこう、重要度を、えー、誤ってる方って、ね、いらっしゃるなとっていうイメージです。それは何かっていうとですね、完璧なビジネスモデルを構築すれば成功するっていう勘違いですね。そう思ってる人が、七八人に一人ぐらいの割合でいらっしゃると。一応ね、自分でハンドルを握っていろんなお仕事をさせていただいている人間、えー、から言わせていただくと、もうね、お仕事ってね、まあ、ビジネスってね、 そんな算数みたいに都合よくことが進まないんですよ。こうで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 こう決まってこうでこうでこうでこう,でこういう時にこうなるからこうしてみたいな。そんなね、えー、設計図みたいな書いたところでね、都合よく進まないんですよ。やっぱタイミングもあるしね、人との出会いもあるしね。 世間の皆様のストレスが溜まってるタイミングでたまたまやり玉に、ええー、あげられることもあるしさ、本当にもうなんだ変数だらけなんですね。自分で起業してみると思い知りますが、基本的にはですね、ほとんどうまくいかないです。ほとんどうまくいかない。 あのアマゾンですら一生休杯って言ってるぐらいなんで。さらにはですね、ここポイントですね。同じビジネスモデルでも成功する人としない人がいる。なので、隙のないビジネスモデルを構築したら OK っていう話じゃないんですね。そしてこれは本当によく言われてることでもう今更ここで言うまでもないですが、まあ僕自身ですね、経験を重ねるたび、そして仕事のステージが上がるたびに、本当に痛感させられる、 目の当たりにするのは何かっていうと、会社プロジェクトはですね、人以上に大きくならないっていうことですね。人以上に大きくなることは絶対ないんです。一時的にね、まぐれあたりで人以上に大きくなってもですね、時間が経てば淘汰されて必ずその人のサイズに戻るんですね。大きなチームのリーダーっていうのは、そもそも人間的に大きいんですよ。これもう、 大企業の社長に、も大社長に会ったことがある人だったら、みんな言うと思う。もう人間ができまくってるっていう感じ。器が先にあって、その器に合わせたサイズの人が集まってくる、収まってくるっていうイメージですね。で、これは何が言いたいかっていうと、ビジネスモデルをプレゼンされる方ね、 まあ、えー、当然そのビジネスを大きくしようとされていると思うんですけれども、えー、その時ですね、やっぱりですね、同時にやらなきゃいけないのは、自分も人として大きくならなきゃいけない。例えば、僕人見知りですからって言っちゃったらさ、もうリーダーとしてはそこでもう終わりなんですよ。人見知りかもしんないけれど、てめえの目の前にいる人も人見知りかもしんないじゃないですか。その時にさ、 自己保身で先にシャッターを閉じてしまうリーダーと、自分の人見知りを押し殺して、目の前にいる人のことを事前に調べておいて、質問を二つ三つ用意してさ、あなたに興味がありますっていうスタンスを取ってくれるリーダーと、だったら、どっちのリーダーについていきたくなるよっていう話で、答えこれ言うまでもないですね。そしてこれくれぐれも間違っちゃいけないのはですね、人間の器っていうのは先天的なものではないっていうことですね。 作るものであるっていうこと。多くの人がここを勘違いしてる。モテる人って、モテる振る舞いをしてる人なんです。もう少しわかりやすく言うと、モテる人って、大体こういう立ち振る舞いをするよねを丁寧に再現する人。モテる人って大体こういうことするじゃんをちゃんと自分でも再現できる人。これモノマネに近いですね。これと全く同じで、器が大きい人になりたければ、 器がでかい人って大体こういう立ち振る舞いをするのよねをやればいいんですよ。これ今からできることなんです。となると大切になってくるのは器が大きい人の立ち振る舞いを知っておくことですね。そして、ああ、この人はこういう局面でこう立ち振る舞うんだ。俺も真似しようっていう展開に持っていくと。で、こっからが今日伝えたいことなんですけども、昨日ね、えー、しの師匠から突然電話があったんですよ。 で、えー、もう、立川し之っていう人はもう僕にとっては神様みたいな人でね、電話越しの僕はもう直立不動でさ、ひたすら緊張していたんですけれども、これ何の電話だったかっていうと、師匠がね、年明けから1ヶ月間し之落語っていう単独講演を行っておられて、で、僕もね、えー、今年も見に行かせていただいたんですけれども、 その公演が無事に終わりました。見に来てくれてありがとうねっていう電話です。いや、ちょっと待ってよ。え ?1 ヶ月間公演ですよ。この間、関係者どれだけ見に来たのよっていう話じゃないですか。こんな僕みたいな末端の雑魚キャラにまでね、お礼の電話をしてるってことはだ。一体どれだけの方にお礼の電話入れてるんだって話じゃないですか。これ。 一日仕事でしょでもさ、こんなことされるとさ、そりゃついていこうってなっちゃうし、師匠が何か困ったことがあったら体を張って何とかするって思っちゃうじゃないですか、人だから。それがでもね、会社の強さであり、チームの強さであり、プロジェクトの強さなんですよ。ビジネスモデルを構築したところで、その仕組みを動かしてくれるのは人なんでね。 泣いても笑っても人が動かすんですよ。なのでリーダーになる人っていうのは、 ビジネスモデルの構築と同時にですね、自分の器を大きくする努力もされることをお勧めします。なのでここはやっぱり器が大きな人の行動を真似てみてくださいという結論でございます。オンラインサロン西野昭宏エンタメ研究所では西野昭宏が現在手がけている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2、3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野昭宏でした。じゃあまたねー。